今も4人5人いましたよね、そういうところの攻撃のスムーズさという部分で言えば、あっとこれは相手の隙をついて岩田がボールダッシュ、蹴り入れられませんでした。リカルド・グラッサー、さあゴールが空いている、ファビアン・ゴンザレスワンタッチで抜け出してきた、押し込めるか、ゴール、まず先ほど先制点のシーンですね、これ岩崎が触ってたんですね。ああそうですね、一回触ったことによってもうプレーオンになりましたよね。このファミアン・ゴンレスはもう自分の特徴を知ったようなコントロールファーストタッチでしたよね、素晴らしい。